前金さんです。マスク取るね。今日はほら見て、ふわふわクラゲを作ってみたいと思います。ほら金さん考えたよ。色がすごい綺麗でしょうね。クラゲ釣り、これで遊べるよ。ふわーふわーって。子供に関わる皆さん、保育士さんとかデイサービス、うん、あの放課後デイとかね、ぜひ作ってあげてみてくださいね。かわいいよ。ちょっと難しいけど頑張って作りましょう。二人がかりとかでね。はい、いきますね。今日は全部で5個の風船を使います。全部ね、今日はねジェマールの風船を使います。イタリアで作られてるジェマール風船なんだけど、ね、見てみて。まずこの持つところはアクアマリンっていうジェマールの風船です。それとこのこれはマスタードっていう柔らかい黄色のバルーンです。全部僕の店で売っています、ヤフーショッピングね。あとはこのラベンダー色、ライラックっていうバルーンとピンクですね。ちょっと蛍光色あった方がいいかなと思って、ちょっと明るいピンクにしてみました。でこの白い風船のところはどうなってるかっていうと、これは9インチのバルーンを使っています。9から11インチぐらいでいいと思います。大きい方が作りやすいと思う多分、うん、じゃあいきますね。早速いきます。まずは9インチを膨らませていきます。ちょっと白い服着てるから斜めになるね。9インチってどのぐらい膨らむか、だいたいあのこの丸い風船っていうのは一番美しい形っていうのが、ここがちょっとぷくっと膨らむちょっと手前ぐらい、これがもブブーっと膨らんできたら、あのもうそろそろ膨らますのやめた方がいいよっていうサインなんで覚えておいてね。はい、これをね空気を抜きます。どのぐらい抜くか、かなり抜くよ、うん、このぐらい、このぐらいでちょうどこれと同じぐらいになると思う多分。これがやってみるね。結びます。結んだらいらない風船、カットしたもんでもいいし不良の風船でもいいから用意しとってください。大体まあ半分ぐらい長さがあればいいかな。ちょっとこれはカットしてあえてそういうのを作ります。このぐらいね。はい、じゃあ行きましょう。まずはこれを作っていくんだけど、このマスタードっていう風船を、これ膨らませてない風船をここに結び目に一緒に結んでいきます。ここにまあ2回結んでもいいし、ここね、カネさんは片手結び初心者リスト、再生リストの初心者のところにある片手結びをします。一緒に持って引っ張ってぐるんと回して、こうやるともう風船は結ばれてくれるので、ぜひ覚えてみてください。まだ空気は入ってません。はい、次行きましょう。次はさっきのこのいらない風船を用意しておいて、カネさん右利きだから親指でこれを押し込んでいくの、ぐーっと反対側までここまで行く。でここは風船のてっぺんなんで、ちょっとね濃いくなったところがある、それを探してここに行くように親指でぐーっと押してあげながら、この結んであるところを掴んでいきます。いきますよ。ぐーっと押し込んで掴んだら、これを持ったままぐるっと回します。3回ぐらい回してこれを持ってくる。これを持って1回2回3回4回まあ3、4回ぐらい回して、体に押し付けて結びましょう。でそうするとね、ここに結ぶことができる釣り点ができますね。これを作ります。はい、次はピンクのジェマールのピンクを使います。もう膨らましてあるんだけど、残す長さがだいたい 7.5 センチぐらい。 Please left 3 inches about。 でこれがね、見たらわかるじゃん、6つの塊になってるの。 1,2,3,4,5,6 6つの塊を作ります。まあ長さ的には6個だから、まあこのぐらいでいいかな。ちょっと余裕を持って作りますね。1、持ったまま回す、引っ張って回す。2、この中に入れてあげるとほどけにくくなります。プッシュして下ろします。下ろしたら同じ長さのところぐらいで回しておきながら、これを奥にグイッと入れていく、プッシュして入れていきます。そしたら
ここを合わせると3つの塊になる。で次はね、上を見ながらプッシュしてほどけないようにしながら下ろしていく。4つ目ね。で同じ長さぐらいで回していきます。そしたら、ここに結び目があるので結び目を通して一回ぐるんと回します。4つになりました。であと2個ね、プッシュしてこれを下ろしていきます。下ろしていく。1つ目ね、ちょうどぐらいかな、ちょっとぐらい長さ違ってもいいけんね。その方が逆に面白いような気がする、なんかクラゲの場合で。ここで決めてこれを中に入れます。中に入れる。中に入れて反対側に出しましょう。反対側に出す。ジェマールの風船はすごく滑りやすいので多分作りやすいと思うよ、クアラテックスに比べたらね。で、最後はこれを上に持って上がってくる、ね、ぴったりだね。これを引っ張って反対側まで持ってくる。入れて反対にしてあげる。これで出来上がります。6個の塊ができました。これとこれをくっつけるの、白いところと。はい、どうするかっていうと、まあ、いろんなやり方があるんだけど、これとこれ結んでもいいし結んでもいいし、この白い風船が長かったら楽なんで、この中に入れて迎えに行ってあげて、迎えに行ってあげて、これをこういう風に持ってくる。持ってきてできるだけ、まあ引っ張りながら、これを引っ張りながらぐるぐるっと巻くと、でここ白と結んでもいいしとくっついてくれます。それもいいからカットしますよ、いらないからカットします。はい、できました。この周りにちょっとデコレーションしていきましょう。ライラック、めっちゃ綺麗だよねこの風船が。ジェマールのなんかね、すごいいいよ、この滑らかな感じもいいし。まずはメイク2ピンチツイストプリーズ。1ピンチツイスト、2ピンチツイスト、2つピンチツイストを作ります。プッシュして丸を10個ぐらい作りましょう。1 2 3 4 5 6 78 9 10。10個作ってちょっと一回もっともね、これを回していきます。ぐるりんと回していく。ただちょうどぐらいになってるから、これを一回ピンチツイストと一緒にこの残ったやつを回していきます。引っ張ってます。でこれもういらないからカットします。片手結びで結ぶ。すごい便利だから片手結び覚えてくださいね。これこうやって回します。これいらないからカットする。はい、もうほとんど完成しています。できたね。あとは吊り下げるだけ。これを作りましょう。持つところ、この持つところの風船はアクアマリンっていう風船で、なんか2問出てきそうやね。はい、いきますよ。これをね、プッシュして2つに曲げます。2つに曲げて真ん中をツイストして、これをひねっていく。最後にここを回してこういう形にしておきながら、これを親指で真ん中を押さえて引っ張って回す。半分こにして真ん中に指を入れて引っ張って回します。最後にちょっと残ってるから、これも親指を真ん中に当てて引っ張って回します。ただでかいピンチ2と混ざってるけど3つ切るでしょ。で、一番最後になりました。これ空気が入っていないの、
これにちょっと空気を入れます。あれを作った時と同じように桃の花ちょっと空気を入れたら膨らむでしょう。膨らんだらゆっくり空気を抜きながらここでなくなったら結ぶ。ただここはねちょっとほらプクプクしとるでしょ、弾力があるっていうか、プク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 っていうの神田さんはい、これをここにくるくるっと巻きつけるだけです。これで出来上がりです。じゃーん、めっちゃ可愛くないこれ、やばいって、色も綺麗だし、はい、クラゲなんかね、いや僕はねやっぱねバルーンなんでやってるかっていうと、病院にもね週4から週6ぐらい勤務してるんですけども、やっぱりね昨日も渡したんだけどバルーンを、喜んでくれる顔がいいよね、子供もね、おばあちゃんもね、なんだろうね、そういう時がやっぱり一番生きててよかったなと思うし、バルーンやってる時の幸せな気持ちっていうかになれる瞬間ですね、だからまあバルーンができることで、そうこれ見てくださってる方、やっぱりそういったことを少しでも伝わったらいいなと思って、自信にもなるし、喜んでもらえるものを自分が持つことで、子供たちも特にそうだけど、なんかねまあこういう時代だからこそカラフルなこういう綺麗なものを見たりとかプレゼントしたりとかすれば心がなんか潤うというか、そうなったらいいなと思ってこの YouTube はやってます。今はもう大人の方にも子供の方にも子供にも、ね、みんなにこう紹介しているんだけど、少しでも共感したりとか、ああやってみたいなとか、そういうことにね伝わっていくことができたらすごい僕も幸せだし、僕が生きてる間はそういったことをね伝えていけたらいいなと思っているので、ぜひよろしくお願いします。応援してください。はい、それではまあよかったら登録してくださいじゃあまた会いましょう。どんどん今ネタ貯めてるんで楽しみにしていてください。それではグッディバルーンの金さんでした。See you again! ぐるぐるぐるー。